日本上陸から55年、完全新作としてよみがえる日本語劇場版サンダーバード55。世界中で愛され続けているマリオネットエンターテインメントサンダーバード、イギリステレビ界の名将ジェリー・アンダーソンの代表作にして、スーパーマリオネーションと呼ばれる独自の撮影手法を駆使した特撮人形劇の最高傑作。1965年にイギリスで、翌1966年には日本でも放送が開始され大人気に。ウルトラセブンをはじめとした黎明期から今日では、樋口真嗣監督や庵野秀明監督がファンであることを公言するなど、数々の日本の特撮、ロボット、SF アニメ作品に多大なる影響を与えてきた。そして世界でも2001年宇宙の旅、スターウォーズなど、そうそうたる作品に影響を与えた伝説的作品として知られている。日本での放送が始まると、空前の特撮ブームとともに人気が爆発。サンダーバード関連のおもちゃが大ヒットするなど、日本中の子供たちの憧れの存在となった。さらにあの黒柳徹子さんが女性諜報員ペネロープの声を演じたことも広く知られている。車を出して、ちょっとドライブに出かけましょう。本作で活躍するのが世界的な大富豪ジェフ・トレイシーによって設立された国際救助隊。ブルーの制服に身を包んだジェフの5人の息子たち、スコット、ジョン、バージル、ゴードン、アランが最新鋭の科学技術によって開発されたスーパーメカサンダーバードを駆使。美貌のエージェントペネロープ、羊のパーカーとともに、世界各地で起こる災害や事故、犯罪によってもたらされた危機に立ち向かう。そんなサンダーバードが昭和から令和へ、半世紀を経て新作としてよみがえる。奇跡的にも音声ドラマとして残っていた素材をもとに、熱狂的なファンのクラウドファンディングによって映像を制作。オリジナル作品と同じ伝統的な技術を駆使して撮影された。日本語劇場版サンダーバード55、2022年1月7日劇場上映開始、1月8日オンライン上映開始。サンダーバード本格始動だ。発進。